1935年に撮影された SCP-414-1 の集団。アイテム番号 SCP-414。オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコル。SCP-414 は現時点では収容されていません。収容の努力は、メディアによる注目の緩和と、SCP-414-1 の標的である人口集団へのソーシャルワークプログラム提供に重点を置いたものです。SCP-414 減少の影響を受けた人物には回収時にクラス B 記憶処置を施し、監視下に置きます。SCP-414-2 の最終段階に達した人物には財団のソーシャルワーク系フロント企業が接触し、週3回の面談型セラピー及び適切な訓練済み動物との交流による治療を行います。財団の資源では SCP-414 に狙われる人物を全て監視することはできないため、代わりに SCP-414 減少の可能性がある出来事についてソーシャルワーク組織やメンタルヘルス、ケアセンターの記録を調査します。SCP-414 減少に関するいかなるメディアの報道も除去し、カバーストーリーを配備してください。適用可能なカバーストーリーのリストは文書 414-B に記載されています。完全収容の成功後は、SCP-414-2 の治療を最優先とみなすべきです。アリス、小川博士、SCP-414 研究主任。説明、SCP-414 は非社交的な人間を対象とする現象であり、その影響は SCP-414-1 と SCP-414-2 に分類されている2種類に分かれています。この非社交性は、若干の内向性から完全な引きこもりまでを包括しています。SCP-414 は概ね2と1の条件を満たす人物に影響を及ぼす傾向があり、地域的な偏りはありません。SCP-414 は、円形の仮面を着用した人型存在、以下 SCP-414-1 が対象者の目の前に出現して呼びかけることによって開始します。SCP-414-1 は通常、地元の社会福祉団体の従業員を自称します。SCP-414-1 は一様に、円形の仮面と全身を覆う衣服を身につけた長身のヒューマノイド群です。SCP-414-1 が出現するのは標的となった人物に接触を試みる場合のみであり、接触成功後には消失します。SCP-414-1 群は、知覚力、認知力、知性を有する単一の集合意識を共有していると考えられています。SCP-414-2 は、対象者と SCP-414-1 個体の間に何かしらの相互作用が成立することで発生する慢性の変性状態です。この場合、相互作用の成立とは、SCP-414-1 個体が対象者と対面しての会話に応じた、もしくは接触行為に及んだことを指します。SCP-414-2 に陥った対象者は、2276日間にわたって持続する4つの段階を経て、恒久的に続くと考えられる第5段階に至ります。30歳以下の人物、及び SCP-414-1 との肉体的接触を経て SCP-414-2 を発症した人物は、症状がより早く進行します。文書 414-2-A、SCP-414-2 症状の進行説明の概要。第1段階、対象者の孤独感が増します。この孤独を紛らす際に対面の相互作用が関与しない対処メカニズムを用いた場合、孤独感はさらに増大します。一人で行う活動に参加する時の対象者は、喜びを感じなくなります。対象者が孤独を紛らせるために他者と会話することによって、第1段階は進行します。第2段階、他者との対面の相互作用を伴わない活動に参加する際、対象者は喜びを全く感じなくなります。対象者は人生において自意識の発達に強い影響を及ぼした出来事を思い出すことが困難になり始めますが、依然としてそれらの出来事があったことは記憶しています。対象者が少なくとも7日に1回他者と会話することによって、第2段階は進行します。第3段階、対象者は5日ごとに他者と交流しない限り、充足感を感じることができません。対象者は単独行動を楽しんでいた記憶や、13歳以前の記憶を回想することが不可能になります。
対象者は自分がこれらの出来事を思い出せないことを自覚しています。自意識は萎縮していきます。対象者が少なくとも7日に1回社交行事に参加することによって、第3段階は進行します。第4段階、対象者は45時間ごとに他者と交流しない限り、充足感を感じることができません。対象者は2年以上持続している重要な人間関係を思い出すことが不可能になりますが、この不可能性を自覚しています。自意識は萎縮し、名前、性別、年齢、現在の感情状態を指すものでしかなくなります。対象者は通常、充足感を感じるために高い生産性を示し、ボランティアに参加する、集会を開くなどの様々な社会的活動に参加し始めます。第4段階が進行する要因は現在不明です。第5段階、これは現在、最終段階であると考えられています。社会的活動に参加していない時、対象者は幻覚や、自分が肉体的に空虚もしくは満たされていないかのような感覚に襲われます。この結果、対象者は近くに他人が15分間以上存在しない場合は動揺を示し始めます。対象者は重要な人間関係を思い出すことができず、この不可能性を自覚しています。少なくとも、人が第5段階に達していることが確認されています。確認された SCP-414 に症例のリストとより詳しい解説は、文書 414-2-A を参照してください。SCP-414-2 の注目に値する症例としては、現在の最も長く続いている症例である414-2、マクガイバー、ヤコブと、診断と自殺の間隔が記録された中で最も短い48時間である414-4、ニョンです。SCP-414-2 には対処メカニズム以上の治療法が存在しません。SCP-414-2 の死亡率は5年間で 46.78%、10年間で 67.84% です。40歳以上の人物は死亡率が優位に高く、5年間で 87.23%、10年間で 93.85% です。すべての死は、自殺によるものです。2014年06月12日、事案 414-A、当時の SCP-414 研究主任であったエリザ・チュアン博士が、3体の SCP-414-1 個体によって接触されました。チュアン博士はこれらの個体との間に会話を成立させており、以下に内容が転写されています。チュアン博士は事案 414-A の直後、主任助手のアリス・小川博士に職務の引き継ぎを行いました。一定の社会的相互作用や動物との交流にもかかわらず、チュアン博士は SCP-414-2 の第5段階に達した965日後の2015年06月3日に自殺しました。事案 414-A の転写。記録開始。3体の SCP-414-1 個体がチュアン博士のオフィス入り口に出現。自分のオフィスに向かって歩いてきたチュアン博士は、SCP-414-1 集団を見て立ち止まる。SCP-414-1 集団はチュアン博士に向かって秒速およそ1メートルで移動する。SCP-414-1 のうち1体が、逃げようとするチュアン博士の手首をつかむ。チュアン博士は抵抗し、助けを求めて叫ぶ。保安職員が到着。チュアン博士は自由な方の手を振り、近づかないで、話しかけないで、お願いだからそこに立っていて、と叫んでいるのが映っている。保安職員たちは銃を抜き、SCP-414-1 集団に狙いを定めるが、まだ発砲はしない。チュアン博士が SCP-414-1 集団に向き直る。チュアン博士、冷静に、もしよければ、いくつかの質問に答えてもらえるかしら？なぜ？あなたはこんなことをしているの？人々にこれをすることで何かあなたにとって良いことでもあるの？ SCP-414-1 一斉に、彼らはわずかしか働いていないのであります。基盤を必要とするがゆえに立ち止まってしまったのであります。ワコードにはそうしたものが数多い。私はあなた方一人一人を助けるつもりなのであります。チュアン博士、彼らは自殺しているのに自分自身が誰かすら忘れてしまうのにどうしてそんなものが助けになるのよ。あなたはこれをどう説明するつもりなの？
SCP-414-11 一斉に、それは社会への最後の貢献であります。命を絶つことによって、資源を他者が使えるように残すのです。社会のためには己を捨てねばなりません。自我が取り除かれれば、利己的な行為はできぬでしょう。私は自分本位を治療し、腫瘍を切除するのであります。社会を癒し、迷い子たちに目的を見つけさせるのであります。私は助けるのです。チュアン博士。興奮して、けれど社会はそれを必要としているのよ。自我を持つ人々が必要なの。利己主義は成功への動力源や動機づけになり得る。SCP-414-11 に後ずさりする、あなたは私の予想よりも重症のようでありますな。あなたはきっと人間社会においては親切と言えるのでしょうが、間違いなく私の方が優しいものとして認知されているはずであります。万人のために働くあなたは、私の仲間となることもきっとできたでありましょうに。しかし構いません。私があなたの面倒を見ます。これが終われば、あなたも回復するはずであります。チュアン博士、なぜ、あなたは私のところへやってきたの？あなたはどこからやってきて、どのようにして働いているの？チュアン博士が掴まれている腕を振りほどこうとしているのが見える。SCP-414-11 に、あなたは我々を止めたいのでありましょう。ですが、あなたの試みは助力の停止を意味しているのであります。あなた方は確保し、収容し、保護する、セキュア、コンテイン、プロテクト。しかし私は社会であり、共同体であり、発展であります。ソシーティ、コミュニティ、プログレス。人類を導く羊飼いなのであります。あなたは道を見失い編んだ仕様であります。しかし間もなくそうではなくなるでしょう。チュアン博士が何かを言おうとするが、SCP-414-1 個体は手袋をはめた指を彼女の唇に当てる。個体はチュアン博士の頭を撫で、仮面を頬に押し当てる。この際、キスをするような音が付随。SCP-414-1 集団が閃光を発し、カメラ映像が 0.3 秒間途切れる。映像の復帰時、すでに SCP-414-1 個体らは消失している。チュアン博士が顔を手に埋め、床にひざまずいている。記録終了。インタビュー414-56の転写。インタビュー対象エリザ、チュアン博士。インタビュアーアリス、小川博士。このインタビューは、チュアン博士が SCP-414-2 の第5段階に入ったことが確認された35日後に実施されました。記録開始。小川博士おはようございます。チュアン博士。ご気分はいかがですか？チュアン博士、興奮して、おはよう、あなたの顔、すごく、いいえ、大したことじゃないわ。あなたはここにいるんですもの、会えて嬉しいわ。小川博士、私の顔について何を言おうとしたのか、説明してもらえますか？チュアン博士、落ち着いてくる、ああ、ちょっとしたことよ。すごく、前に一度見たような顔だな、と思ったの。私は前に、誰かの面倒を見ていたことがあったの。アシスタント、そう、昔は研究助手が一人いたのよ。でも、私はもうその人のことを思い出せない。小川博士、なるほど。かつては覚えていたはずだ、ということを思い出したとき、どういう風に感じますか？チュアン博士、もちろん、深いよ。昔はいろんなことを知って、感じていたということは覚えてる。かつて私には過去があった。けれど、それは今では消えてしまったのよ。私には、取り組んでいるプロジェクトがあった。でもそれはもう消えた。何もかも消えてしまった。でも私の話はもう十分。あなたにとっては何が重要なの？あなたのことを詳しく教えてちょうだい。小川博士、私にとって今の研究は重要なものです。私の恩師にとってのライフワークだったものを、今は私が受け継ぎました。それが私と恩師を結びつけています。チュアン博士、よかった。あなたには信じるものがあるのね。それはなくてはならないものよ。誰かが全身全霊を傾けて何かを常に信じ続ける。そうやって人類は進歩してきたんですもの。自分が信じるものを追求する人々によってね。あなたの恩師の方は今、どちらにいらっしゃるの？小川博士、静かに、私の知る限り、もう共に働くことはないでしょう。チュアン博士、残念だわ、ごめんなさい。私が何か助けになれることはある？例えば、あなたの助手を務めるとか。
あるいは実験室であなたと一緒にいるのはどうかしら。私にもわかるわ、あそこはたまにとても静かで孤独な感じがするでしょう。小川博士、腰を上げる、申し出をありがとうございます。けれど、今日のインタビューはこれで終了にしようと思います。チュアン博士待って、お願い、ちょっとだけ待って。せめてあなたの名前だけでも教えてもらえない？小川博士、立ち去りながら、静かに、アリスです。ただ、アリスというだけの名前です。チュアン博士あなたと会えて嬉しかったわ、アリス。間違いなく、この研究はあなたにとってストレスが多いでしょう。きっとあなたの死は誇りに思っているわ、それにほら、恩師の後を継ぐのは助手にとっての夢みたいなものでしょう。小川博士、つぶやき、あなたに戻ってきてほしいというほどに強い望みではありませんでしたよ。大声で、励ましてくれてありがとうございます。さようなら。チュアン博士さようなら。満面の笑みを浮かべ、手を振る、いつもまっすぐ前を見て進むのよ。きっと良くなるわ、信仰を持ち続けて。記録終了。最終陳述今後、小川博士がチュアン博士の定期インタビューを担当することはありません。定期インタビューは K.M. 博士が担当します。